ルクオイルのガソリンスタンドアメリカで営業するルクオイルのガソリンスタンド公共株式会社、石油会社、ルクオイルはロシアの石油企業、ロシア最大の石油会社である、ロシアの新興財閥の一つ。1991年にソ連閣僚会議決定により、ランゲパスネフトガスウライネフテガス、およびコガエムネフトガスという三つの石油採掘企業が、 統合され国家コンチェルン、ランゲパスーラエコガリネフトとして発足。1992年11月17日のロシア、大統領令1403号と1993年4月の政府命令に基づいて、正式に公開株式会社、石油会社、ルクオイルとなった。1995年ロシア連邦政府の決定に、従って、ルクオイルは、 シベリアの西シベリアにあるハンティマン支持地管区、ユグラの蒸気3拠点をはじめとして、バシコロトスタン、ボルゴグラード、ペルミなどの製油所、石油化学工場を保有し、さらにアストラハン石油などをグループに加えた。アメリカのアトランチックリッチフィールド会社は、ルクオイルの戦略パートナーであり、ルクオイルの株式のうち、1999年現在で7.7%を保有している。 2000年にはアメリカのゲティオイルを買収し、アメリカ国内でもルックオイルブランドのガソリンスタンドを展開することとなった。2004年9月、この子フィリップスはルックオイルに対して7.6%出資金を増額し、さらに今後20%以内の増資が可能な協定に署名した。また、両社はロシア北部ティマンペチョラ地区で油田およびガス田と、 イラク西部のクルナ地区を共同開発することでも合意した。2014年の法改正を受けて公開株式会社から公共株式会社に移行し、現在の名称になっている。ありがとうございます。